私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションに入って世界1位となる1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。今回は、私の YouTuber チャンネル登録者に限定、下のリンク先から無料のインジケーター、こちらの、RSI とボリンジャーのインジケーターを無料で差し上げます。で、こちらのインジケーターなんですけれども、RSI ボリンジャーですね。で、この設定値はボリンジャーバンドのこの幅ですね。それから周期ですね、ボリンジャーバンド8、通常20にしますね。それから通常これ2にしますね。で、これ RSI の周期ですね、それと RSI の幅ですね、変わりすぎ、これ36以下がなってて、上が100-36になってますね。という一つで二つを設定してます。で、この設定値を調整しましてね、この設定値になるわけですね。 1.94、 周期が8、 RSI の周期が7、幅が下が36、上が100-36ですね。で、ここに、このシグナル数が出てくるんですね。ライン数ですね。ライン数。で、勝率が2424勝、2405負けということですね。勝率 50.20% となります。で、通過国は、70% いきます。ね。で、その通過を狙って投資します。で、今1分足でも5分足は 55% になってますね。5分足で投資したいときはこれで投資すれば、このペイが合えば勝てるということですね。ミルクティーを飲んでます。で、15分足だったら 54% ですよということですね。まあ、1分足の方はハイアンドロシアではペイがいいから、ただこれだと勝てないですね。54ぐらいないとね。まあ一応5分足55ということでね、これで稼げるかもしれないということですね。まあ、設定値よく調整してね、これ調整すればね、もっと良くなりますから、この設定値ね。これがボリンジャーバンドの幅、通常2ですね。今 1.94 ですけど、これがボリンジャーの周期、これが RSI の周期、これが RSI の変わりすぎですね。36は下が36以下で、ね、動作しますよ。上は100-36となってますね。だからその範囲で調整する。2つまとめてできるようになってます。周期、周期ですね。ボリンジャーの周期、RSI の周期。で、幅ですね。1.94 ということですね。今こういうふうに出てますから、で、投資数がたくさん出ます。この場合はね、単純なんでね。こんなに出ますから。で、通貨国もいろいろ使えますからね。で、登録者、YouTuber の私の登録をしていただければ、このインジケーターを無料で差し上げます。ね、登録がなくなると、消去をお願いいたします。使用条件としては、登録がずっとされている間はこのインジケーターを使っていいという契約となります、ね、必ず契約を守ってください。YouTuber チャンネル登録しているときはこのインジケーターを自由に使っていい。で、ダウンロード先は私の下の、ね、リンク先に提示されてますので、そこから無料で、YouTube 登録をしてから必ずダウンロードしてください。で、これダウンロード先には私の今実績の FX の成績表も入れてあります。それだけですね。このようにね、単純ですね。ここをボリンジャーバンドを抜けたらシグナルが出る、RSI が、ね、
34以上、あれさ64、これ下だから36以下ですね、これが64以上になってて、このね枠打ち、白の枠打ち、ボインジャパンとの両サイドね、抜けたらシグナルが出るのということになってます、ね。非常にシグナル数が多く出ますもんですから、これを検討にしてね、シグナルが出た、じゃあこの時にチャンスかなということを各地で考えてね、この勝率以上上げていただければいいわけですね。ちょうど、時間のね、切り替わりですね、これ秒は出てきて、まあ、こう秒ですね、今の時間だけど、上行った時に変わりますから、こうその時に投資するということですね。クローズのところで投資するということですね。このシグナルが出てクローズ、ね、でこのサインが消えてることがあります。クローズでね、切り替わって、その時はここが消えちゃったらやめましょう。だから 1,2 秒でね変わりますから、変わってまだこのシグナルが残ってたら投資しましょう。そうするとこの勝率通り大体合いますから、ね、スプレッド差があるんで少し落ちますけどね、そういうことですね。基本として非常に大事でね、これこういうのをシグナルを作っといて、ね、何をやろうかとね、いろいろシグナルがストラッ、こういうのをね、これね、STOCH、これなんかちょっとね、入れてみるとかね、それでこういうシグナルをサインにこれに合わせるかというようなことですね。クロスしてるとこはいいわけですよね。ね、クロスのところをこれ見てからクロスしてるところをね投資するとか、ね、これもシグナル出てるけどもね、次ねちゃんとクロスできてるかということですね。ね、これを見て投資するというわけですね。この場合はクロス、この場合はね、こうですよね。クロスラインが分かんないけどね、ここね。まあ、いろいろ、見てみましょう。それでね、例えばマックデータも見ててね、こう見とくわけですね。で、ちょうどどういう関係なのかなと、下りか、これは上り加減だから不利だなというのはあるんだけど、下り加減の時ですね、いいとか、これ上り加減だから下り加減の方が優先されるけど、こういう時にウィンチグナル、こういうとこ出てきたらいいんだけどね、こう反応がしなかったですね。まあいろいろこう療養しながらね、これだけでもいいんだけども、自分の経験でね、このシグナルが出た時に投資するというですね、設定値はこのように出てますから、幅ね、それから勝率が出る 55.43 ですね。2600勝の2091負けなんですね。だからこの勝率をね、この設定値で持って合わせるということですね。最良の設定値に設定してみるわけですね。この設定値を合わせると勝率が上がりますから、断然上がりますからね。今私がいいなと思うので USDJPI 用にね作ったんですけど、今のところ大雑把ではこれが良かったんでしたんだけども、でこれから自分でシグナルね、クローズの時に、だから00秒過ぎた時に移り変わった時に投資するわけですね。でこのシグナルが消えてないという条件ね、これが決め手です。以上ですね。私の YouTube チャンネル登録者に限って利用を許可する、無料インジケーターです。契約として
YouTuber に登録してるときは使っていい。登録してないときは外しちゃった場合は利用は禁止といたします。どうもありがとうございました。半迷子先生でした。